大白びそは、松かもみ族の常緑信用樹で、日本の特産種である。別名は、青森とど松、細身の青森とど松。青森市では、市の木に指定されている。東北地方の鉱山において、樹氷を形成する代表樹種である。中部地方から、東北地方の阿鉱山帯に分布する。分布の西端は、白山、南端は南アルプス、または、富士山。 北端は青森県の八甲田山である。本州中部では海抜1500の2500メートル、東北では1000メートル以下から分布する場所もある。白びそに近い気候を好むため、本州中部の山岳地帯では通常両者は混成しているが、比較すると太平洋側の比較的雪の少ない山岳には、白びそが日本海側の多雪地の山岳では大白びそが優勢である。 ハイマツを除く、針葉樹の中では、最も多節環境に適応した樹種とされる。東北地方の赤黄山大林には南部を除いて、白びそは分布しないため、大白びそが圧倒的に優勢である。ただし、日本海側の山岳のいくつかでは、あまりの多節のため、大白びそすらほとんど、あるいは全く分布しない。ハイマツを除くと、大白びそより、 多節環境に強い信用樹はなく、そのため、これらの山では阿鉱山帯信用樹林が欠落し、山地帯から偽鉱山帯を経て、直接鉱山帯へと移行している。シラビソと同様、最大で樹高40メートル、直径1メートルに達する大木となる可能性は、あるが、山岳地帯の過酷な環境のため、ほとんどの場合はそれほどの樹高にならない。また、 寿命も数十年程度と樹木としては比較的短い場合が多い。枝からの葉の伸び方が白びそ及び他のモミ属樹種とかなり違い。上から見ると枝が葉に隠されて見えない。旧花は白びそと同じかやや大型、色も似るが先端が丸みを帯びる点がやや尖っている。白びその旧花と区別できる。もみ属の中での系統的に他の種と大きく、 外れており、日本は元より、ユーラシア大陸に近縁種はなく、太平洋を越えたカナダ南部と、米国北部のアマビリスモミアビエスアマビリースが、唯一の近縁種とされる。現在の日本のアコウザン特に多設地のアコウザンでは、オオシラビソは優勢な樹種だが、最終表記の化石資料は、あまり多くない。特に現在は、オオシラビソが、 圧倒的に優勢な東北地方の山岳では、大白びその化石は全く発見されていない。花粉分析などの結果からは、東北地方の山岳に、大白びそが分布を広げたのは、東山で、約2500年前、八甲田山や八幡体では、わずか600年前のこととみられている。それ以前は、これらの山でも、 最終表記の終了以降は鉱山対針葉樹林が欠落していたものと推定される。このことから、大白びそは寒冷環境に適応した樹木にも、かかわらず、最終表記の終了後の温暖期になってから、山岳地帯で勢力を拡大したもので、最終表記にはそれほど反映していなかったと考えられている。その理由は、大白びそは寒冷気候とともに、 多説環境にも強い樹種だが、最終表記の日本は寒冷ではあっても現在より降雪量がずっと少なかったことと関係があると思われる。ありがとうございます。